自分はアジア選手権が一番最初、ベトナムで内藤さんと行った時が一番最初なんですけども、それからもう毎年のように、2度3度行かせてもらって、大体30カ国以上は転戦していきましたね。その中でもやっぱりね、角田さんと同じように6位以内入賞っていうのを常に目指してやってきましたね。自分はあんまりかぶせて言わないけれども、使ってる人たちを相手にしなきゃならないから、使ってるような体を作らなきゃならない、同じね、そういう体にしないと勝てないんで、そういう思いで毎年トレーニングして、その選手たちと対等に戦える体を自分は作ったかなって。やっぱり4位になったこともあるし、5位になったこともあるし、ファイナリストね、何度も残ったんで、やっぱりそういった中でも、そのナチュラルででも世界で戦えるんだよっていうのを証明できたかなってのを思うんですけれども、だけどもね、ヨーロッパの選手とかほとんど使ってますよ、9割方ね、高次強度、お前何使ってんだって言われた時もあります。そんないいね、ドラッグあるのかってね、何使ってんだ、俺は検体だってはっきり言いますけどでそういう感じで、まあ一番印象に残ったのはやっぱりエジプトの大会で、自分もその時に結局ワダが来てたんですよ、ガナだから。それでドーピングのおしっこは全部持って帰ったんですけれども、結局20検体持って帰って、白だったのが3人しかいなかったっていう、もうそのカテゴリーが消滅しちゃったカテゴリーもあるんですよ。だそれだけ蔓延しちゃってるんで、だから今ね、現状結構こう下腹部が出た人とかっていうのは、で自分の時はそういうの一切関係ない、もうバンバン出ちゃって、もう乳腺もバンバン出ちゃってるから、やっぱそういう中で対等で戦うっていうのは逆にこう気持ちいい、でそういう気持ちでやってきたんで、印象に残ったのはエジプトの大会ですかね。